確かにあります。例えばこの YouTube 短編動画で、集客をしてですね、1000本とか上げていくとかですね。ネットで収入を得たいですと、海外移住ご希望の方ですね。いずれ希望してますと。マレーシア希望してますとかですね。ネット収入を得るおすすめの手法、おすすめの方法は何でしょうかと。おすすめの方法は何でしょうかってことなんですけども、まあ、ネットで収入を得るですね。まあ、もしですね、あなたが何か今までやってきたことで、人が知りたがるだろうなとか、例えば営業のノウハウとかですね、税金対策の方法とかですね、節約の、まあ、投資に回すコツコツの投資の仕方とかですね、例えば、うまくやってみてうまくいったことってあると思うんですね、ちっちゃくても。例えば月5万円でも、例えば、貯蓄が増やせるっていうようなですね、手法っていうのはニーズもあると思いますね。ね、なので、こういったものを人に教える情報、伝達ビジネス、教育ビジネスっていうのがおすすめの手法です。ネットで収入を得るなら。